子 800m の決勝です。それでは出場いたします選手、レーン順にご紹介いたします。第2レーン、中澤君、桂川。第3レーン、井上君、四条。第4レーン、神山君、最強付属。第5レーン、山岡君、実業。第6レーン、大本君、鴨川。第7レーン、川端君、桂川。第8レーン、江口君、須田君。第9レーン、川崎君、下鴨。以上、8選手によりまして、男子 800m 決勝の出発です。どうぞスタートにご注目を。男子 800m 決勝です。予選におきまして2分8秒31の記録までで走りました8名が出場しております。予選におきまして最も良い記録をマークしておりますのは腰ナンバーカード5番、陸上の山岡君の2分3秒65。さあ積極的なレースを展開してくれております。男子の 800m 大会記録は2分0秒66。今から5年前の大会で鍋島選手記録が完成しております。先頭は山岡君、陸上。まもなくいたしますと1周目 400m の通過、57秒の通過です。その後に続きますのは出口君、須田君、先手の方が速い、1枠で全然速い、後ろも先頭は陸上の山岡君、続いて桂川の川端君、須田君の江口君。さあ、1着のタイムは2分2秒40と表示をされました。